x という変数に関数があるんだけど、 x というのは実は y という変数の指数関数であるというふうに考えましょう。で、そのもしもその y という変数が指数分布に従っていたら、関心のある x という変数はパワーローディストリビューションに従いますよということが知られています。で、ということはですね、もしもその指数分布を生み出すような、あの、非常にロバストなメカニズムが存在するんだったらば、それのエクスポネンシャル版としてパワーローを考えていいんじゃないという発想なんですね。その辺は、ログノーマルがよく見られるってことも対応してまして、ログノーマルは全く同じですよね。ログノーマルの場合だったらば、y という変数はノーマルディストリビューションに、従っていて、で、e の y として x を取ると。そうすると x はログノーマルになりますよね。だから対数で見れば正規分布になると。で、正規分布をメカニズム生み出す。積分布はもちろんその中心極限定理として生み出されるわけですから、そういう素晴らしいその法則性があるんだから、対数正規が世の中にいっぱい見られたって何の不思議もないと。全く同じ理由で、もしもそのエクスポネンシャルディストリビューションを生み出すようなロバストなメカニズムがあるんだったらば、パワーローディストリビューションが世の中にいっぱいあったって何の不思議もないということになります。で、じゃあそのエクスポネンシャルディストリビューション、指数分布を生み出すようなループってのは何かっていうと、まあよく知られているのが統計力学で出てくる、一連の分布なんです。で、そこにはまあ立ち入らないんですが、一つその指数分布を生み出す、例として挙げられるのが、あの、大気の密度の、分布で、これラプラスの法則で、ここは地表だとすると、大気の、密度というものが、まあ、指数分布に沿って薄くなるということが知られています。地表が一番密度が多くて上に行くと、で、これは指数分布になると。で、それをどういうふうに説明するかっていうと、大気の原子が、まあ、ランダムウォークしているなんだけど、重力で下の方にドリフトがかかっている。そうすると大気の、まあ、位置を x というふうに置くと、まあ、こんなふうになっているわけですかね。で、地表より下には行けないと。地表にぶつかったら跳ね返る。で、これはそのランダムウォークしていて、で、下に引き戻されていて、で、だけど一番ゼロまで行ったら押し戻されるから必ず定常分布になるわけですね。で、このようにその反発されるドリフテッドランダムウォークが指数分布に従うってことは、これは示すこと。そうすると、もし x の分布が指数分布に従うんだったらば、e の x はパワーロー分布に従うことになりますよね。で、僕らが今まで見てきた欠点プロセスって実はこれなんじゃないの、本質的に。というふうに考えることができます。欠点プロセスは、こうでしたけど、このまあプラス z っていうのは、ゼロについたら跳ね返されるというような風にしておきましょうか、とりあえず。そう考えてもいいですよね。そうすると、これログ変換すると、まあ、こんな感じになりますね。大体ですけどね、現物じゃないけど。なので、まあ、パワーローって言うけども、
そんなに難しいことじゃないんじゃないのという話があるし、決定プロセスについては、まあ、直感としては確かにそうなのと思わせるところはあります。ただまあエクスポネンシャルディストリビューションを生み出すメカニズムっていうのはそれはそれで興味深くって、特に経済学の数理ですと、大体中心極限定理を使うものしか、まあ、僕は見たことないですね。でこういう特に統計力学でエクスポネンシャルディストリビューション出てくるわけですが、統計力学的なアナリシスって、まあ、経済学ではないと言っていいと思いますので、単にエクスポネンシャルの、指数版なんじゃないのというふうになメカニズムであっても、まあ、経済学にとってはまだ得るものがあるかなというふうに思います。で私がまあ後半部分でやろうとした話っていうのはまあそれに近いかもしれないですね。で複雑な時なんですけど、よくログログで解析するんですよね。そして傾向を見ると割と直線になったりなんかしやすいっていうのがあるので、特に大きな値を、ある時は割とそういうことをよくやるんですね。だからその時割とログにするとその分散が収縮しちゃって、なんかある法則が出やすいっていうのはあるんじゃないかなと思って、こういうべきになりやすいんじゃないかっていうのは個人的に思ってます、ね。そうですね。ログを取るっていうのは要するに桁数を取るってことになるんで、桁と桁は大体合ってますねとか言っても、それがどれだけなんていうか意味のある発見なんだという考え方はできますし、そういう批判が当てはまるような研究も多分世の中にはあるんだと。ただこれはすごく直属分布は本当こんなに綺麗に直線になったらちょっと予想外になってきます。そうですね。この長者番付のデータは、まあ、プライバシーはちょっとひどいんですけども非常に綺麗ですね。ちなみにこのプロットでもプライバシーに配慮してちゃんとこう抽出しております。なのでこのプロットの一番右側の人がこの時一番お金持ちだった稲森さんであるとかそういうことはないです。あ、すいません。最後の、コンビネーションズ・オブ・エクスポネンシャルズって話なんですけど、はい、今回そのべきの話で、その乗算、一つは乗算過程みたいなものを考えると出てくるという話と、そのコンビネーション、エクスポネンシャルのコンビネーションで出てくるって話は、そのさっきホワイトボードでしていただいた話で言うと、ある程度統合できるっていう話なんですか？似ていると僕は思っています。エクスポネンシャルの組み合わせ自体は全くそのミクロな過程みたいなものは考えないわけですよね。つまりなんでじゃあ EX っていう関数が X、P の Y か P の Y がエクスポネンシャルになるのかみたいなものは少なくともこの話の時点では全然必要ないわけじゃないですか、はい。でそういう意味で全然違うもののように思えるけれど、うん、適切なランダム乗算過程においては組み合